今日の試合は、はい、ハットトリックということですけれども、いかがでした？自分だけじゃなくて、あのフォワードからプレスをかけてもらって、このこぼれたボールを取って入れた点なので、自分の技術とかじゃなくて全員で取れた点です。でもあの、ね、3点も取ったっていうのは嬉しいですよ。嬉しいです。そんな点取ったこと試合であります？あ、ないです、はいはい、初めてですか？はい、はい、どんな気分ですか、ハットトリックっていうのは？やっぱり気持ちいいですね、はい、で今日の試合は相手がかなり、ね、引いてきた感じでしたけども、はい、その点はどうでした？相手が引いてくることによってスペースが空くので、自分たちはあのミッドがローテーションしてスペースを作って受けに行くっていうのをやってるんですけど、試合でそれがあの練習の成果が出せたので良かったです。逆に、はい、あの優勝に向けては、はい、いろいろ反省点もあったと思うんですけど、はい、その辺はどうですか？何回もシュートチャンスがあって入るところがあったのに、あの枠に飛ばなかったりリバウンドが拾えなくって何点も逃したので、決勝までとか日本リーグに向けてもっと精度を上げていければいいと思います。じゃあ残り試合はどうなった戦いにしましょう？まず今日の反省点を練習で改善して、残りの試合はもっともっとチームとして全員で攻めて全員で守れるようにしていきたいです。